スターシステムは多くは演劇、映画、プロスポーツなどの工業分野において高い人気を持つ人物を起用し、その花形的人物がいることを大前提として作品制作やチーム編成、宣伝計画、さらには集客プランの立案などを総合的に行っていく方式の故障。プロデューサーシステムやディレクターシステムとの対比で用いられる言葉でもある。また、 資本力やニュースマスコミを利用した代々的な宣伝の反復などによって、そのような花形的人物を企画的に作り出すシステムのこともこの一環として指す。当記事では、スターシステムを採用している各メディアのうち、俳優を起用する、いわゆる映画、テレビドラマ、演劇などにおける分野について解説する。なお声優を使うアニメーションなどの分野については、スターシステムを その他の分野については、スターシステムを参照。18世紀は、俳優の時代とも言われ、演劇は主に腹型俳優を中心に考えて、作られ上演された。時には、古典劇の儀曲が演じやすいように、あるいは、俳優の好みに合うように書き換えられることもあった。また、演劇のメインストリームが、王皇貴族によって保護された芸術としての演劇から、 中産階級を主な観客とする日常の娯楽としての演劇へと徐々にシフトし始めた時代でもあった。イギリスでは革新的、実験的を世に送り出そうとするものよりもスターを中心に組み立てられた演劇が主流を占めた。このため、この時代は演劇史に名を残す劇作家が非常に少ないが演劇自体は盛んに行われていた。これに対し近代のリアリズム演劇では 戯曲のの作品性や演出家の役割が重視されるようになったスターシステムと呼ばれるようになったのはハリウッド映画で大スターを中心にした映画制作の手法が確立してからのことである。ハリウッド早々期の1920年代、チャールズ・チャップリンやダグラス・フェアバンクスらの映画からこの方法が取られるようになり、1930から50年代の 黄金期にそのピークを迎えた。当時は俳優と映画制作会社が専属契約を結んでいた。映画会社はスターの魅力を最大限に引き出すために脚本、配役、宣伝などを企画した。また、スターのイメージを崩さないよう、私生活まで管理しようとした。第二次大戦後の独占禁止法によって専属契約は禁止され、 フリーエージェント制になり、1950年代のスタジオシステム崩壊で、スターシステムもまた衰退していったが、スター中心の映画は今日も作られ続けている。この方法によって、各映画会社は成功を収めてきたが、制作者側にとっての弊害が起きた事例が存在するのも否定できない事実である。しかし、様々な弊害や失敗はあるものの、 この方法が莫大な利益をもたらすのは間違いなくフリーエージェント制になった現在のハリウッドでもスターシステムは脈々と生き続けている。歌舞伎は役者中心の演劇である。役者には得意芸があり、雑木作者は話の筋よりも得意芸を見せることを主眼に台本を書いていた。観客はひいきの役者を目当てに劇場に通った。 日本もハリウッド方式を取り入れ、すでに第二次世界大戦前の1920年代後半、あたりには俳優の映画会社専属性が確立されていた。スターシステムは、スター中心の映画制作である。作品の企画から、脚本や演出まで全てスターに従属し、スターが、ヒット作を繰り返し模倣するために存在した。特に戦前の日本映画、 時代劇映画におけるスターシステムは歌舞伎のスターシステムをそのまま踏襲したものである。撮影現場でスターは監督以上の権力を持ち、スターの意思で全てが決まることが多かった。戦後のスターシステムの映画も自社の専属スターの個性に合わせて映画制作がなされた。それは定型的ではあったが、観客はスターの名前で映画を選びさえすれば、 その期待に応えた映画を見ることができた。映画会社の中でスターシステムが強いと言われるのは東映と日活である。東方都心東方はプロデューサー主導のプロデューサーシステム、松竹はディレクターシステムの傾向が強いと言われる。とりわけ、片岡千恵像、市川歌い門の両音隊と言われる重役スターがいた1 9五十年代の東映は、 スターシステムが強力で、複数のスターが出演する際には序列に気をつけて、出演カット数や秒数を同一にし、スタッフが話しかけるときは音体を見下ろしてはいけなかったという逸話まである。東映は撮影所でも、派閥の頂点に位置するのがスターであり、スターの下にスタッフや俳優が派閥を作っていた。宣伝面においてもスターシステムを反映し、1972年頃までの 映画のコピーに、鶴さん、ケンさん、純子、文太とスターの名前が必ず入っていた。反面、1950年代には、スターシステムを維持することは、映画会社の経営の屋台骨と専属スタッフの生活を守ることを意味し、各映画会社経営陣によって、悪名高き誤者協定などの制度が作られ、この頃から各社が競って、ニューフェイスと歌う。 新人発掘のオーディションが催されていく。宣伝や映画作品制作など、スターとして確立されるまでに、育成や宣伝などで莫大な金が費やされる。生え抜きのスター俳優からは、遺跡や独立の自由や機会が事実上奪われることになった。スターシステムは、スターの出演する映画に売り込みたい俳優を、脇役で出演させたり、B 面映画に主演させることで、 スターシステムを支えるスターの増殖と再生を繰り返してきた。しかし、1960年代に入ってテレビが普及すると映画でしか見られないスターが減っていった。五社協定成立を主導した長田正一が経営する大英では、山本富士子や富谷二郎などスター俳優がワンマン社長の長田とトラブルを起こして離脱するケースも相次いだ。 1970年代に入ると経営難のため、俳優を抱えて育成することは困難となり、1971年になると日活は、ロマンポルの路線への移行を余儀なくされ、大英は破産、東方も専属俳優の解雇を行い、上述のご社協定が崩壊、俳優の専属性は、東映以外の映画会社では、ほぼなくなっていった。 以降のスターシステムによるスター映画と言えるのは、厚み清の男は辛いよ、シリーズや高倉健主演映画、千葉新一主演映画、菅原文太主演映画、ゴジラシリーズくらいという状況になっていった。映画会社や TV 局ではなく、芸能事務所が映画や番組を制作し、所属のスターに主演させ、売り出し、出資額に応じた判権を握るケースもある。 1960年代より、渡辺プロは、クレイジーキャッツや、ザ・ドリフターズらの主演映画を多数制作してきた。1970年代に、映画会社が俳優を育てなくなると、映画制作も芸能事務所に依存するようになり、ホリプロ所属の山口桃江の主演作などは多数、制作された。テレビで人気の俳優や歌手を起用するようになっていった映画界だが、 1970年代後半には、角川書店が自社が発行する小説をもとに映画を、制作、書店と TV で作家と所属俳優を、大々的に売り込んだ。角川映画が映画館でしか見られない自社スターの、薬師丸ひろ子らを用して、往年のスターシステムを一時的に復活させたという、見方もある。以下、戦前、戦後の映画会社と専属俳優たちの代表例を、挙げる。 戦前戦後1960年代終盤までに限る。大英が1960年代が1970年代にかけて新東方から大英に移籍した宇津井賢主演のザガードマンをロングヒットさせ、宇津井はその後も大英テレビの顔として活躍した。1970年代は赤いシリーズで三浦智和、山口桃江のコンビ、京都地検の女と、 京都名球案内の主人公が同じドラマ同士で出演あり、石竹哲夫も大英テレビの常連のスターであった。1980年代のトレンディドラマを端緒として、富士テレビのガツと呼ばれるドラマの枠などで、ドラマの企画も決まっていないうちから視聴率の取れる俳優のスケジュールを確保することがしばしば行われる。さらに売れっ子の俳優が、 企画内容や脚本に口出ししたりした。また、2007年に終了した、火曜サスペンス劇場枠のラストとなった、火曜ドラマゴールドの最終回、観察位、室尾明子の完結編は、同番組枠の長尾を飾る作品として、歴代作品のクロスオーバー的な思考が凝らされた。具体的には、同じく同枠で不定期に放送されていた、女賢事・霞優子、警部補、 つくだ二郎の主人公がそれぞれ登場し、救急指定病院の池上きみ子や、警視庁監視機関の西村和彦、数々の歌謡ドラマに登場した、藤田誠など歴代作品の主演者が数多く顔を出す豪華キャストの揃い踏みで、25年以上にわたった、同枠の最終作を華々しく飾った。宝塚歌劇団のように、出演者は全員その劇団の所属メンバーで、 工業では専属のトップスターを全面に打ち出して定期的に作品を入れ替えていく手法を長年にわたり用いているものが存在する。ありがとうございます。